おはようございます。やんちゃです。2024年5月21日火曜日の朝です。タイマー15分。はい、お願いします。運動、はい、やりますか。よいしょ、やりますか。タイマー4分45秒。はい、やりましょう。何かな、今日の天気、まあなんか今日鹿児島なんですけど、晴れ時々曇りで最高29度、最低18度だって、やばいっすね。で、問題の天気は晴れ時々曇りで、明日が曇りですね。明日降らないでほしいな、マジで。で、高知がやっぱ明後日からまだ降らないで済むそうなんですよね。この調子で行ってくれればなんとか降られないまま徳島まで逃げられそうな雰囲気は出てきました。いやー、やばいですね。さて、今日の朝刊、何かな。今日の朝刊、曲がる太陽電池普及組織。ちょっと待って。なんか、あれだな。回線が遅すぎるな。ちょっと待ってね。あれするわ。24時間使い放題を買うわ。やれやれ。おぉ、プランクしながら、24時間使い放題買うの辛い。はい、変えた。よし、これで朝刊が読み込める。朝刊ビューアーが紙面をダウンロードするやつだから、結構ギガがないと動かないんですよね。何曲がる太陽電池普及組織、積水化学など官民150団体。ほう、曲がるほど薄い、何これ、ペロブスカイト型太陽電池の普及に向けて、積水化学工業など国内メーカーとか経産省、東京都が協議会を立ち上げる。2040年度の電力構成を定める次期エネルギー基本計画に反映させるんだって。面白い。なんか設置しやすくなるとかっていう話なんですかね。面白い。細かい字が読めねえ。あと何かな。ネットでソフト更新、次世代日本車。今違うんですかね。 SD カードとかでファームウェアアップデートするのかな。もうよくわかんないけど、それをインターネット越しで更新できるようにすると。はい、頑張れ。はあ、あと何かな。イラン大統領死亡。これなんかやばいですよね。ヘリコプターが墜落したらしくて。そんなことある。へぇ、やば。あと何かな。 EC 巨人と挑む楽天一強。ほうほう、なるほど。Amazon に頑張ってこうやっていくぞっていう話ですか。はい、あと何かな。国内投資消費上向き。ほうほう、よかったね。頑張ろうね。くっだんだきつい。あと何かな。後発薬構造改革へ法整備。ほうほう、品質供給不安解消を狙う。M&A 促す。なんか一社で体力がきついならいくつかで集まってなんとか耐え忍べっていう厚労省。デリカシーがない。はあ、まあいいか。あと何かな。損保最高益でも本業低調。本業はそっか、保険か。保険以外のところで儲かってんですかね、もしかして。
投資がうまくいってるとかですかね。そうですね、制作保有株式の売却が膨らむなどして会社が最高益を更新したでも売っちゃったらそれまでですもんね。はい、本業で成果出さないと今後やばいぞと。はい、グオきつきつきつい、はあ、よいしょ。はい、そしてけん玉よし、やりますか。よいしょ。はあ、けん玉検定、グローバルけん玉ネットワークのやつ、3級2級の練習、ようやくまた練習ができるぐらい体力が回復してきた。まずよいしょ、あれ今もしかめからの剣、よいしょよいしょ、あーもうちょい慎重に、よいしょ、よし、オッケー。では振り剣、よいしょ、はい、オッケー。で世界一周、よいしょ、ダメだ、よいしょ、はい、オッケー。次救い剣、よっと、はい、オッケー。で逆落とし、うお、今のいい感じだったんだけどなよいしょよいしょ、なんか近すぎると焦点が合わないな。よいしょ、お、よし、オッケー。はい、次地球回し、はい、よいしょ、ほ、おお、びっくりした結構けん玉落とすとでかい音するな。地球回し、はい、ヨーロッパ一周、よいしょ、お、惜しい、よいしょよいしょ、はい、オッケー。次はウグイス、ウグイスよいしょ、で剣、あー、ダメだ、よいしょ、お、よいしょ、ダメですね。なんかね、結構足元が揺れるんですよね、フェリーの上だったら。よいしょ、 OK。 で最後羽剣、よいしょ、お、惜しい、横の軸が合ってない、よいしょ、ほ、はい、OK。 はい、ちょっとそろそろ下船の時刻なんで今日はこんぐらいで、は、はい、終わりなんか今8時25分、朝8時25分なんですけど、なんか今あと5分ぐらいで鹿児島新港ですか、鹿児島港だっけ、鹿児島の港に着くんですよ。でなんかそろそろ下船の準備しなきゃなって言って、まあ下船の準備はできてるんですけど、なんかアナウンスで、あの車とかバイクとかに乗ってるお客様へご案内ですみたいな感じで、なんか車とかバイクの手前になんかめちゃくちゃいっぱいコンテナとかが積んであるらしくて、それをまず下ろさないと皆さん下船できないので下船から20分ぐらいお待ちいただくことになりますっていう風に言ってたんで、そっかと思って、まあそういうことならまあしょうがないんでしょうがないんで、あの急いで、あの 船の上で、あの運動とかけん玉とかはあらかじめやっといたんですけど、もうしょうがないからこの20分間隙間時間を使ってやんちゃクラブを収録するとかしないと
ちょっとこの後めちゃくちゃ忙しいのでやばいなと思って今撮ってますというのもなんか昨日のやんちゃクラブがなんか夜19時過ぎとか19時半とかだったじゃないですか。でその後結局なんか9時には消灯になるんですよ。なんか電灯が消えるんですよだからまあ寝ないとなって感じになるわけで9時に寝てで朝6時になると電気がついてで食堂で食事の時間ですとで30分間しか注文できませんみたいになるからじゃあ行くかって言って行くわけですよ。行くので結局のところ昨日収録が終わってから9時間近く8時間ぐらいか8時間ぐらい寝てその上で起きてそっから2時間しか今経ってないので昨日話した内容から今話す内容までの間にその12時間ちょっとしか経ってなくてでしかもその間の8時間余りは寝てるか食べてるかしかなくてその他に話すことがあんまりないっていう状態なんですけど今日の予定ですよね。今日これからどうするのかっていう話なんですけどなんか結局いろいろバタバタしててっていうかなんか体力なくて船内のシャワーに入る時間がなかったんでちょっと下船したらまず一番近くにある銭湯に行ってちょっと体を清めてからどうしようかな宿取ったんですよ。宿をそろそろ取らないとやばいなって言って昨日の夜急遽取ったんですけどめちゃくちゃ安いなんか2200円みたいなゲストハウスがあったからそこ取ってみたんですけどそこでちょっと鹿児島中央か遠いんでどうしようかなと思っててやばいアナウンスがちょっと順を追って話さないとダメですよね。今日明日私朝からあれなんですよ鹿児島のオフィス私の勤めている会社の鹿児島オフィスで仕事をすることになってるんですけど鹿児島オフィスが鹿児島中央駅なんですよね。新幹線の駅です。新幹線の駅なんですけど駅の多分近くなんですけどその取ったゲストハウスがそこから電車で 2,30 分かかるところなんですよ。だからバイクをどこに置こうかなって思っててゲストハウスの前にそのチェックイン前にバイクが置ければいいんですけどそれが怪しいのちょっと後で下船した後電話をしてみてなんか置けますかっていう話だったらあらかじめ置いといてで出社してで夜戻ってきて改めてチェックインするかみたいなこういう感じになるんですけどもし無理だったらなんか駅鹿児島中央駅の周辺のなんか駐輪場とかに置いてなんかやんなきゃとかなんか結構細々とやらなきゃいけないことがあるはあるんですよね。そういうのなんか万難を排して準備しておかないと結構時間食われるとはいえあらかじめその準備をするのもそれはそれでまあまあ時間かかるんで先に時間を使うか後で時間を使うかの違いしかないとは思うんですよね、はあ、とはいえねやっぱ先に何かをやっておくあらかじめ何かをやっておくっていうのはなんかあれなんですよね割と有効ですよね本来は振り返ってみるとあこの時間無駄に過ごしたなっていう時間がたくさんあるわけですけどその無駄に過ごしたなっていう時間をそういった前準備みたいなやつにどんどん使える人は時間がどんどん効率的に使えるんだろうなってすごいよく思うんですよねそう人のことを羨んでもしょうがないんですけど、まあ、私もそうなればいいんですけどちょっと今週の宿の予約があんまりなくてそろそろ詰めていかないとやばいですね。今晩は鹿児島で明日は延岡かな延岡までガーって行かなきゃいけないのでちょっと延岡に行くぞと行くぞ延岡まで一気に行かなきゃいけないんで
で延岡で一泊、その後なんだっけ、八幡浜に渡ってとか、まあ、いろいろあるわけですけど、どうやったらどうやったらじゃないけど、結構パズルを組まないと。こっから結構1日あたりの移動が長いんで、ここまでは結構緩やかな刻みっていうか、1日130キロとかがせいぜいだったんですけど、こっから先の予定は結構200キロ、はい今日は200キロ、はい今日も200キロみたいな結構移動させてくるので、ちょっとね、割と時間がカツカツになる見込みですね。だからちょっとやんちゃクラブもこの今回みたいに、その下船するまでのこう感激をついて収録するみたいな、こういうムーブが求められる。はい、そうですね、まあ、普段からそういう緊張感を持って、なんかもうちょっと早め早めにとか、ちゃんと短めにとか、コンパクトにまとめていかないと、やっぱ他のことが回っていかないんですよね。うん、はい、すいませんでしたなんか自分で自分に説教するみたいな感じになっちゃいましたけど、はい、そうですね、そういう感じです。はあ、いやマジでなんか全然あのフェリーのシャワーを使う気がしなくてぐんにょりしててずっと。そう、昨日言ってなかったんですけど、なんか昨日結構具合が悪くて、なんかしばらく昼ぐらいまでなんか具合悪くて、なんだろうこの具合の悪さはと思って、なんか病気になっちゃったかなと思ったんですけど、よく考えたらあの酔い止めを買ってなくて飲んでなくて、で、あ、酔い止めかと思って、その今まで全部フェリーに乗るときは酔い止めをの飲んでたので、それで大丈夫だったんだなっていうことがようやく分かったなんかあの聞いてんだか聞いてないんだか分かんないなって思ってて、すごい舐めてたんですけど、飲まないとこんな気持ち悪くなるんだと思って、で飲んだんですよ。飲んで30分も経たずに聞いてきて、あ、なんかすごい楽になってきた。で今はもう何にも感じないですもん、今マジで何にも聞いてんのみたいな状態になってきて聞いてんのっていうか、あの船酔いなんてものが存在すんのっていうぐらい何も感じなくなって、あ、やっぱり効くんだなっていう、すごい、はい、やっぱ薬だわ、はい、世の中薬で回っていると言っても過言ではない薬を舐めるのは本当に良くないですね。はあ、酔い止めの薬もね、あの1箱6錠入ってるんで十分ですよね。なんか普通の人たちは下船ですね。はい。ついに着岸しました。はい。はい、いってらっしゃい。はい、ありがとうございます。これが徒歩で下船するお客さんですね。乗船券あるかなやばい、これかな、これだな、はい、これですね。これを出るときに渡さないといけないですね。この半券になってて、はい。わかりました。
よろしくお願いします。はい、そういう感じらしい。いいですね。なんか行きの時には本当にもうなんか土砂降りの中、鹿児島新港にこう突入して、でなんかもう本当もうだもう無理って感じで横浜新港でぐんやりして、でその足で乗船して、もうこれから鹿児島だみたいな、なんかワクワクする感じじゃなくて、もうこの濡れた服とかどうしようみたいな。げんなりした感じで過ごしてたから、鹿児島の写真を撮るとかあんまやってなかった気がするんですけど、帰りはなんとか晴れてるっていうか、まあ曇りか、曇りなので、ちょっとは鹿児島がどんな感じなのかっていうのを、はい、お送りできるかもしれませんね、写真とかね、ビデオを撮って。ただ鹿児島を観光する時間があんまりないんですよね。一応明日の昼ぐらいに鹿児島を出て次のところ向かおうと思ってるんですけど、それもちょっと、そうですね、うん、あの桜島を通っていくルートで行きたいんですけど、まあ、時間とか天気の兼ね合いによっては無理かな。ただあのアクションカムは立てていこうかと思うんで、それで面白いいい感じの絵が撮れたらそれはお送りしようかなと思います。はい、いやー、徒歩の人はもう出るらしい。これってピンマイクだとどのぐらいこの放送の声って拾ってるんですかね、わかりませんけど、結構ピンマイクだとここで話してる声の方がでかくなるもんですかね。そんな気はするんですけど、あ、さてじゃあ終わりますか、そろそろ、多分そろそろ、あでもあと1分あるわ。なんかマジで今日何も話すことがなかったな。3時間分の話ですもんね。あと何ですか、今日の予定とか、はあ、鹿児島オフィスに行くの楽しみだな、はあ、どういう感じなんだろう、なんか写真とかでしか見てないので、どういう人がいるかも実はよく分かってないから、なんかインターネット上で絡みのある人とかがやっぱりあんまりいないので、完全に新しい会社になんか新しく入ってきましたとか言って、なんか初出勤する時の気持ちに近いですね。まあ実質そうなんですけど、はあ、面白そうだな。なんかルビー会議に参加してた人たちはもう次々と家に帰って、あの参加した感想のブログとかをアップして、もうすっかり終わり感というか、すごかったねルビー会議っていう感じになってますけど、わし本当に1週間遅れで帰ることになるので、はあ、世の中からすごいずれてる感がすごい。でもまあしょうがないですよね。なんか、はあ、なんかわしも別になんていうか、今回のその21日間の旅っていうのはなんか何ですかね、しょうがなくやってるっていうか、沖縄をまあバイクで走りたいって思った時にこうせざるを得なかっただけで、あの空輸とかのプランがあったらそっちを使ってました、ね、ある程度お金かかっても、なんか往復10万円とかかかったとしても飛行機で行き帰りできるんだったらそうしてましたね、きっとね。でもまあこうせざるを得なかったので、せざるを得なかったことをまあやっていく中で、その道中は楽しんでいきたいなという感じです。じゃあバイバイピー。